デニス・ジョセフ、ダン・ブローザースは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、シルバン・レーク出身のプロ野球選手。左投げ左打ち。ニックネームは、ビッグダン。5つの打撃部門タイトルを複数回獲得するなど、19世紀屈指のスラッカーであった。1879年に、トロイ・トロージャンズでデビュー。最初の年は39試合に出場し、本塁打を4本、放つ。 しかしトロージャンズではレギュラーに定着できず、翌1880年は3試合しか出場しなかった。1881年からはバッファロー・バイソンズに在籍、出場は65試合ながら最多本塁打を記録する。この年の超打率もリーグ最高であった。1882年には打率368で初めての首位打者となったのをはじめ、 リーグ最多の129安打、また、出塁率超打率でもリーグ最高を記録。翌1883年には159安打、97打点、打率、出塁率、超打率と5つの部門で、リーグ最高の打撃成績を上げ、当時のナショナルリーグ屈指の強打者となった。バイソンズ在籍の5年間は、いずれも超打率がリーグ最高だった。 1885年のバイソンズ球団解散を受け、1886年、デトロイトウルバリンズに移籍する。デトロイト在籍時は、1886年に2度目の本塁打王となり、1887年、1888年には2年続けて、最多特定をマーク。やはり球団の解散で、ボストンレッツに移籍した1889年には3度目の、 首位打者となるなど、ほぼ毎年何かの打撃タイトルを取っていた状態だった。1890年以降は、ボストン、ブルックリンブライドグルームス、ボルチモアオリオールズ、ルイビルカーネルズ、フィラデルフィアフィリーズなどの球団を渡り歩き、1896年に現役を引退する。この時期は、毎年のようにルールが少しずつ改定されていた時期だったが、 ブローザースは1881年から1894年までの14年間、ずっと打率3割を維持し続けていた。1904年、元のチームメイトであった、ジョン・マグローがニューヨーク・ジャイアンツの監督になった際に、ジャイアンツで2試合だけ、現役復帰する。成績は5打数で、ノーヒットだった。同年、ハドソン・リバーリーグのポーキープシー球団でプレーした。 年齢はすでに46歳だったが、その年の打率は373だった。1932年、ニュージャージン州イーストオレンジで死去。1945年、ベテランズ委員会によりアメリカ野球殿堂入り選手に選出された。ありがとうございます。